こんにちは。今日はですね、福岡県太宰府市にねやってきました。そしてここはですね、本道寺のね登山口になります。今日はここからですね、宝満山の方にね、登っていきたいと思うんですけども、ここはですね裏宝満と呼ばれるですね、表のね、正面道とはまた反対側のね登山口に、なります。そして、今日は、以前はね猫谷川新道からね、行ったんですけども、今回はですねこちらの、本道寺から、日下げ谷にですねそちらを通って宝満山のね山頂の方へ、向かっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。さあここからがね、登山道にね、なっていきます。木彫りのね熊さんがお出迎えねしてくれます。さあ行きますか。そしてねここが、日下げ谷と白刷尾根の、縦走路の分岐ですね。今日は日下げ谷ルートですのでこちらの方、はい、こちらから入山していきたいと思います。雨の後は多分相当滑って危ないでしょうね。いやこれ登るんすか。うわこれみたいですね。あそこは危ないポイントだ。これはね、多分ね、初めて来る、しかも初心者の人は怖いかもしれない。向こうも歩けそうですもんね。しかも向こうにもテープがある。どっちからでも行けるのかな。ちょっともう一回渡ってみましょう。向こうの方が歩きやすそうだ。こうやって迷っていくんでしょうね。ちょっと後で山っぽ確認しましょう。いや、それにしても登山道がね、やはり落ち葉と根っこと苔でめちゃくちゃ滑りますね。さあ滝が見えてここに階段をね設置してくれてます。ありがたい。さあ分岐に到着しました。これが百日絶食記念碑ですね、はい、でこっちに行くと白刷尾根道、そして剣の滝、これが山っぷでどっちだろうな。こういうね分岐が分かりにくいんですよね。初めて来ると一回来てしまうとね分かるんでしょうけど、ちょっと山っぽ確認しましょう。ちょっと登ったらね分岐が看板がありました、はい、あれこっちが
キャンプ場山頂で金の水とこっちって書いてるんで、でテープもあるんで右ですね。大丈夫かな。いや、こっからがものすごい急登ですね。これ帰りが滑りそう。分かりにくいな、これは。いや、素晴らしい。ホーマン名所金の水到着しました。いや、ここのね、金の水が5月のね中旬ぐらいの11時半ぐらいになるとですね、ちょうど多分奥の方に日が当たって、ここがねちょうど金黄金色に輝くんですよ。5月の中旬ぐらいですね。またその時にね来てみたいですけども、はい、素晴らしい場所です、ここは。よいしょ。宝満名物ですね。さあ、金の水からね、こちら、ここに宝満山登山道とありますけどね、ここから登り返していきます。よし。いや、大きいね岩屋に到着しました。ふいけの岩屋ですかね。ふいけの靴、ここでね修行されたんでしょうね。さあ、これがねキャンプ場に行く分岐ですね。仏頂の方はこっちなんで、まっすぐ進みます。さあ、分岐にね、到着しました。右に行くとね仏頂山、左に行くと宝満山ですね。はい、今日は、まあ、せっかくなんでちょっと今日は仏頂山に行きましょうかね。仏頂山登ってこちらからまた帰っていきましょうかね。ちょっとルートを変更してみます。はい、たまにはね仏頂山もちょっと久々に行ってみたいですね。さあ、到着しました。仏頂山869メートル到着しました。お、久々に来たな。ここからのね山頂の眺望はよくはないですけども、まあ静かなね綺麗な山頂になってます。さあ、ここで休憩して降りていきましょうかね。さあ、では降りていきましょうか。今日はもうね宝満の山頂には行かずに、そのままね帰っていきます。まあ帰る時はですね、あの100日絶食のとこからは今度は白刷尾根の方をね下山にはね使いたいと思います。はい、さあ、迷わずに帰れるかな、不安でしかないけど、まあゆっくりね慎重に帰っていきたいと思います。やばい、全然違うところに出てしまった。いやー、参ったな。こっちは右に行くとね剣窟、以前行った剣窟ですけどね、降りてきてしまった。左に行くとね、100日絶食のね、記念碑に、行くと思うんですけども、全然違う横のルートをね来てしまいました。いやー、参った。まあでも繋がってるんで気をつけていきましょう。先ほどの金の水とこの金の水のところの分岐で間違えたんでしょうね。いやー、参った参った。これだから怖いですね。でも歩きやすかったですよね、こっちの方が道が。
降りてきた無事にというか、ここの分岐ですね。先ほど行った時はこの蟹の水道っていう、こっちをね行きました。こっちから降りてきました、剣窟の方からですね。ああよかった、合ってるわ。そうするとこれを一時行くとね、あの100日絶食の記念碑があるはずです。いや降りてきた。こっちがね来た道ですね、はい、久下谷ルート、帰りはね白刷尾根のねルートから帰りたいと思いますので、この100日絶食記念碑からこちらの方へね向かっていきたいと思います。いや帰りこっちにして正解だ。めちゃくちゃ歩きやすい。ああ帰ってきた。これが最初にね朝通った下げ谷ルートですね。こっちから帰ってきました。さあもうちょっとだ、降りてきました。いや無事に降りれましたね、裏方マンのルートね。いや下山はね白羽尾根はねすごく歩きやすかったですけど、やっぱり裏方マンの道はね険しいというか分かりにくいですね。ここは本当に初心者の人は経験者の方とね行かれた方がいいかなと思います。ただね登山道自体はね滝がいっぱいあってですね、ゆっくり登りにはすごくねいい山だと思います、いい登山道とね思いますのでね、ぜひね足をね運んでみてください。最後までねご視聴ありがとうございました。